アイスコーヒーのホットさんからいただきました。どっちだよ。トシ君がとっても嬉しそうに入室されました。ちょっと気持ち悪いな。お財布拾ってさ、嬉しい、交番に届けたらさ、1割もらった。嬉しい、超嬉しい、超嬉しい、嬉しそう。こんな感じ。なんか確か嬉しいとこうなっちゃうよね。ちょっと残念な感じ。ちょっと気持ち悪くなる。だいたいちょっと気持ち悪くなるのかな。うん、嬉しくなるとね。ハンドルネームみーちゃんさんからいただきました。はなちゃんが。はいはい。本命チョコを渡したいんだけど、うん、照れちゃって、うん、結局義理なんだからねと渡すツンデレ中二女子で入室されました。あ、そう、分かった。うんうん、おら、いきなり、はあ、あの豊永先輩ちょっといいですか。ああ、カナじゃないか、どうした。いいですか、こんなところに呼び出して。時間ありますか。あ、いいよ、あるよ、大丈夫だよ。本当ですか。うん、あのチョコレート、あのほら今友チョコって流行ってるじゃないですか。ああ、バレンタインの時とかね。そうん、そうだね。でなんかいっぱい買ったらちょっと余っちゃったんですよね。あ、そうなんだ。先輩チョコとか好きっすか。俺好きだよ。うん、どんなチョコでも。本当ですか。うん、好き好き。じゃあ、え、言います。あ、それ友チョコなの。と友チョコにしちゃう、なんかうるさいな。いっぱい大量買いするようなタイプのチョコじゃないけど。うるさいな。え、いや友チョコっていうか、うん、そう、仲良くなりたいっていうか友達、別に友達でもいいけど先輩ともっと仲良くなりたいっていうか、うん、いいからもらえよ。ありがとう。チョコもらっちゃった。チョコもらっちゃった。超嬉しい、超嬉しい、チョコ返して。没収された。没収された。わー。